今日県内では新たに3420人の感染者が発表されました新潟市では1210人新潟市以外では2210人とありますがこちらの数字は昨日県のシステム障害で集計できなかった分800人から1000人程度が繰り越されていますのでそちらを、えー、合わせた人数ということです。はい これで県内の累計の感染者数は13万5706人となり亡くなった方は98人ですでは新潟市から詳しい状況を見ていきましょう新潟市では1210人の感染者が出ていますこのうち感染経路不明の方が1016人います区ごとに見ていくと中央区で283人、西区で226人 東区区区区区区で人南区でででででで人人人人人人北南南秋葉区で99人江す年代別に見ていきますと10歳未満が220人10代が123人20代が133人30代が204人40代が221人50代が118人などとなっています。 続いて新潟市以外の状況です新潟市以外では合わせて2210人確認されていますがこれは昨日県のシステム障害で集計できなかった分800人から1000人が繰り越されている数字ですこのうち感染経路が分かっていない方1279人です市町村ごとに見ていきましょう村上市では44人、関川村で10人 淡島浦村で2人新発田市で213人阿賀野市で74人胎内市で37人聖浪町で28人五泉市で74人阿賀町で4人三条市で190人加茂市で46人燕市で127人田上見町で6人弥彦村で9人画面変わりまして長岡市で420人小千谷市で65人 三津市も65人出雲崎町は1人魚沼市は43人南魚沼市は154人湯沢町は16人十日町市は60人津南町は4人柏崎市は101人刈羽村は11人上越市は273人妙高市28人糸魚川市56人佐渡市49人となっています。 続いて新潟市以外の年代別の人数です10歳未満が391人、10代が243人、20代が237人、30代が342人、40代が314人などとなっています続いて県内の医療状況も見ていきますまず入院者数、前の日から4人減りました480人です 病床使用率は七十二点三パーセント、東京は五十八点三パーセント、大阪は六十六点五パーセント。ですから、県内の値の方が高くなっています。重症者は前の日から一人増えて三人、中等症の方は前の日から三人増えて七十四人。そして、重症者、病床使用率は二点七パーセントです。また、宿泊療養中の方は七十七人。そして。 自宅療養中の方、2万159人います。感染経路不明の割合は66.1%です。そして、お盆に入りますが、新型コロナウイルスに感染したかもと思ったときに、取るべき行動をまとめてみました。はい、まず、水分が飲めない、ぐったりして動けない、呼吸が苦しい、呼吸が早い、そして乳幼児に関しては顔色が悪い、 機嫌が悪く、あやしても治まらない。さらに37.5度の発熱が4日以上続く65歳以上の方もしくは65歳未満で基礎疾患がある方妊娠中の方このような方々はかかりつけ医や受診相談センターに必ず相談するようにしてくださいそして救急車を呼ぶ必要があるそんな症状も見ていきましょう。顔色が明らかに悪い。 唇が紫色になっている、症状などがいつもと違う息が荒い急に息苦しくなった胸の痛みがある横になれないこのような症状がある方は救急車をためらわずに呼ぶようにしてくださいそして判断に迷う場合はかかりつけ医や受診相談センターなどを活用するようにしてください。 そしてお盆で休診となる医療機関もありますが県では受診相談センターをお盆期間中も開設していますこちらの三つの電話番号は毎日二十四時間相談を受け付けていますので何かあった際はこちらの電話番号にお問い合わせください電話番号を間違えないようにお気を付けください